ADMJ TV 小林です。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。ザ新作でございます。まずこちらのスリムウォレット。もう ADMJ では10年以上作り続けて、キューババレーの新作で、こちらが品番が 21AW06005 でございます。そして重さが 105g のワイドが 19.5 センチ、高さが10センチ。高さが10センチあるとお札が悠々こう入るというサイズで私はいつも思っているんですけれども、仕様としては、こちらに小銭入れ。最近ではね、ADMJ がコインケースを作ってるので、ここに小銭を入れないで、カードを入れたり違う使い方をされているお客様も多いんですけれども、内側の仕様は、カードが1236枚入って、私はここに、もうメインのところにお札を入れています。そして、ここにポケットがあるので、ここに領収書なんかを入れて、もうね、これ大リーグ強制ギブスみたいに、巨人の星みたいなんですけれど、もう領収書貯めておけないので、このスリムウォレットであれば整理整頓できる女になれる。私このスリムウォレットでだいぶ整理整頓できる女になりました。そしてお色のご紹介ですが、こちらが、アルジェントというお色で、アルジェントは、シルバー色の金具を使わせております。そして、ベビーアズーロ。ベビーアズーロはゴールドの金具でございます。内側は、はい、彼らがトープのお色です。そして裏地は、ライラックのお色を使っております。そして、アボリオ。アボリオはゴールドの金具で、はい、内側は桜の彼らに、ブルー系の裏地を使っております。そして、なんか高級感スリムウォレットに一段と持たせてくれるグリッチオ。グリッチオは内側がノースブルーの彼らに、イエロー系の裏地を使っております。もうスリムウォレットご愛用してくださってるお客様たくさんいらっしゃると思うんですけど、何個あってもね、ご旅行用だとか、病院用とか、私はなんか目的別に揃えていますけれども、同じ素材でなくてもいろいろな素材で揃えていただくと、楽しいと思います。私は最近も買ってしまったんですけれども、ついつい、あとギフトにも、喜んでいただけると思います。そしてこれが、ギフトとして、喜んでいただける、21AW06006 でございます。オーガナイズパースと私たち呼んでるんですけれども、こちらも同じ色展開でございます。これはやっぱり、若い人は携帯だとか、あとカードケースに、私の先輩の、ジャーナリストの方は、ここに30枚ぐらいカードを入れて、これ便利よっていう風に使ってくださってる先輩もいらっしゃいます。やっぱりお揃いで揃えていただくと、なんかうちの島田くんや高柳さんは、こうね、ベビーアズール推しで、こう、一番好きな色ですっていう風に言ってましたけれども、やっぱりちょっと大人は、私は、このやっぱシルバー系の、この色、アルジェントを揃えたいなっていう風にシルバーで美しい。なんかシルバーのクロコダイル型をしてなかなかないと思うので、こちら、お選びいただくと相当おしゃれ大人小物としてお使いいただけると思います。もうおそらく勝手に人気が出るなと私が思ってるのはこちら。やっぱりね、これは高級感もあるし、まあ、一目見て片押しだとは思えないクオリティだと思います。やっぱり黒子片押しの深さだったり、お色だったりのが絶妙に美しく、表現されております。これは間違いなくリアルにしか見えない。いろいろなところで今クロコダイルの販売が行われてますけれども、クロコダイルの値段が安くなってしまって、注意してください。これはリアルクロコダイルではなくて、クロコダイル片押しなので、ちょっとリアルに見えてしまうような、お作りなので、ご注意いただけたらなと思っております。それでは、このラグジュアリーな小物を高柳が、ご紹介しますので、お願いします。はい。では、こんにちは。ADMJ の高柳でございます。と先ほどご説明がございましたご紹介についてですが、まずこちらのオーガナイザーパースですね。先ほど小林さんの方からご説明がございましたが、中にスマートフォンが入りますので、一応実践してみます。こんな感じで、スポッと。意外に余裕で、デザイナーの小林はこれをお財布代わりに、はい、使って、携帯とカードと、1万円も入るんですよね。あ、そうですね。はい、で、お持ちいただけます。よく私は島田さんがこれに、このまま入れて持ってるの見ますね。はい。と、スリムウォレットの方はちょっと収納ができないんですけれども、その分やはりスマートなお作りになっておりますので、私がよく聞くのは、お客様の中にはやはりこの小林さんと同じく銀行用、病院用、プライベート用ということで、まあもちろん一つで使っていただいている方もいらっしゃるんですけど、やはりこう仕分け用でお使いいただけると、バッグの中がすっきり綺麗になるということで、はい、大変ご好評いただいております。もうね、バッグの中で一番重いものは、とにかくパンパンなお財布を持ってると一番重いので、こちらに変えていただくと、とても行きやすくなると思います。はい。はい。で、私からちょっと。ご提案ですか？ご提案です。またベビーアズーロですか？ひょっとして何さん。もう私と島田さん。ベビーアズーロ推し。びっくりしました。で、こちらに。ああ、全部お揃い。そうですね。全部お客様に買っていただこうと。そうですね。ぜひ。ということで揃えていただいて、で、こちらのワンショルダーバッグ、前ポケットが、作りになっておりますので、中にシュッと入れていただいて、お持ちいただけると、スッキリとしたデザインを楽しみいただけると思います。はい。全部ね、これで揃えたら楽しいですね。そうですね。ではこちらで、はい、失礼いたします。で、もう一つ、ちょっとご紹介させていただきます。ADMJ21AW、やっと出来上がりました。いつもカタログで、平野さんと小林さんと私で、そう撮影してね。私たちが撮ってるわけじゃないですね。楠上さんっていう、カメラマンさんに撮っていただいてますね。で、こだわりが詰まった出来上がりになっておりまして、こちらのカタログの24ページ、25ページに掲載されています。かわいい。素敵ですよね。はい。いいですね。で、一つ一つ、ご紹介もあるので、もし、オンラインストアでちょっとご注文、もちろん、お調べして、ご注文していただくことも可能なんですけれども、ちょっとめんどくさいなっていう方は、この QR コードをピッと読み取っていただいて、そこからも飛べるので、ぜひ試してみてください。はい。はい、では、最後にですね、私からお願いがございます。ADMJTV のチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。